では続いてはエリアの話題をお届けします。わが町レポートのコーナーです。はい、まず前半の3本はこちらです。どうぞ。くるくる児童館1号がやってきましたよ。そして企画展の模様をお伝えします。そして3本目、農大祭の模様です。それでは早速どうぞ。宮崎市立共同利用施設月見ヶ丘センターにくるくる児童館1号がやってきました。くるくる児童館は自治公民館や公共施設など市内10カ所を毎週1回巡回訪問しています。小学生が対象になっております。小学生のお仕事、宿題を終わらせた児童たちは将棋やオセロ、ボードゲームなど遊びを楽しんだほか、普段めったに体験することのない皿回しに挑戦。はじめはお皿が顔に落ちてきたりうまく回せなかったりと、なかなか思うようにはいきませんが、アドバイスを受けながら徐々にコツを掴んでいきます。機械ゲームで遊ぶ子どもたちが多いと思うんですけれども、昔遊びを通して体を動かす楽しさや、またできた時の喜びを味わうことができたらいいなと思って企画しました。6時間目の授業を終えた高学年の児童がやってくる頃には、より難易度の高い短い棒で挑戦したり、両手で回したりと、みんなすっかり上達していました。なんかいっぱい回せるとなんかいい気持ちがするから好きです。くるくる回すところが面白いです。日本に古くから伝わる皿回し、児童たちにとって貴重な体験となりました。企画展、山梨線の伝えたもの展が高鍋町歴史総合資料館で開かれています。会場には高鍋で明治から昭和にかけて眼科医として活躍した山梨線の残した10冊の絵日記を中心に、およそ60点の歴史資料が展示され、その当時の出来事や様子を伺い知ることができます。山梨線さんは明治、大正、昭和と生きた方なんですけども、特に高鍋の町の大正時代から昭和の初めぐらいにかけての出来事を非常にリアルに上手な絵で描き伝えてもらっているというところを皆さんに知ってほしいなと思って展示しました。高鍋駅ができた当時の大正時代なんですけど、その頃の話とか、御丸橋、昔の国道のにかかっていた橋を作ってますよという時の状態とか、絵日記にして残してもらったことが後の人たちのいろんなことを知る手がかりになると、非常に貴重な資料になるということもちょっと感じていただくとありがたいなと思います。この展示は12月7日日曜日まで開かれています。絵日記に閉じ込められた近代高鍋の空気を感じに、ぜひ会場へお出かけください。宮崎県立農業大学校で第30回農大祭が開かれました。会場では日頃の学習成果の紹介を兼ね、学生らの作った農作物や飲食物などの即売が行われ、来場者が買い求める姿が見られました。またアトラクションで注目を集めていたのが、農大名物のぬるぬる相撲です。学生の有志らがぬるぬるとした液体を流し込んだ特設の土俵で、行事も巻き込みながら名勝負を繰り広げ、来場者を楽しませていました。その他、農業用トラクターを人力で引っ張り50メートルを駆け抜ける競技も行われ、選手たちはチームの力を一つにしてゴールを目指していましたよ。スタンプラリーで大きな大根をもらいました。お肉とかも売ってたり、ソフトクリームとかそういうのもあって楽しいなと思いました。初めて友達がここに進学して会いに来たみたいな、ぬるぬるずも見て楽しいです。農業の未来を担う若者たちのパワーで大いに盛り上がった農大祭。地域の人々に農大の魅力が伝わる良い機会になったのではないでしょうか。うーん、楽しそうだったね。すごいですね、あれね。トラクター引っ張るってなかなかできないですからね。人力で
の力が一丸となっての、はい、そしてぬるぬる相撲なるほど、ほっかけたじゃないですか、行司さんも、ね、行司さんも巻き込んで楽しそうでしたよね、盛り上がってましたね、すごいすごい、なんか引っ張れるもんなんどうなんですかね、ニュートラ入れたら引っ張れるんじゃないですかね、あニュートラじゃダメや、一足二連と、そうやそうやそうや、ちょっと分かんなかったよ、ニュートラ15巻は一足二連と、勢いがついたら引っ張れるかもしれないですもんね、盛り上がってましたね、はい、あと高鍋で行われている山梨線さんのね、うん、絵日記のすごいですね、絵日記ってあんなにいやなんかすごいレベルが高くて、普通は今日はなんか遊びましたとか怖いじゃないですか、でもめっちゃ細かく書いてあって絵もすごい上手い、あの景色のこの雄大な景色とかね、お部屋の電気がついてるのにみんなでわーってしてたりとかね、いい表情でしたね、あの絵も、いい味出してましたか、非常にいい味出してました、はい、ご本人はさ日々の絵日記と思って綴ってたものが、ね、後々こうやって歴史的なあれになるって思ってもみなかったでしょうね、そうでしょうね、びっくりしてるかもしれないですね、はい、まあ、今週末までということですからね、うん、はい、ぜひ行かれてみてください、はい、そしてくるくる児童館1号ということで、うん、はい、子どもたちがね普段できないこうボードゲームだったりとか、はい、皿回し、うん、すごいですねこっちじゃないです、皿回し、タンテーブルの皿じゃないね、こうね、はい、あれあんなできるもんですね、2個で、やっぱ子供はコツをつかむのが早いんですよ、楽しんでましたね、思う存分、ね、では後半の3本見てみましょう、こちらです、思い出のつま戦、そしてエコノミクス甲子園県大会が行われました、そして3本目歳末助け合い運動のセレモニーです、それでは早速どうぞ、旧国鉄つま線の廃線30周年を記念し、思い出のつま線廃線から30年と題したイベントが西都市のつま駅跡周辺で行われ、地元の人たちを中心に多くの来場者でにぎわいました。つま線があった頃の思いをやっぱりこうつないでいかないといけないなと、新しい自分たちの未来を築いていこうという目的でやってます。鉄道があるないとでは生活のリズムもやっぱり変わってきますしね、こういうあの思い出があるよということを伝える、そのことが重要かなと思っています。会場にはさまざまなブースが並び、食べ物や雑貨などが販売されたほか、地元の人たちによる豚汁の振る舞いなどもありました。また日本一に挑戦、みんなでつなぐ電車ごっこと題した企画には500人以上が参加し、当時線路が引かれていた旧つま線黒宇野駅跡までの道のりおよそ 3.8 キロを歩きました。記者が走っていた当時を知る人たちは思い出を振り返りながら、知らない人たちは知っている人に話を聞いたりしながら楽しくイベントに参加していました。長い列車やね、私実際妻駅のことあんま知らないからいい機会だなって思います。やっぱり妻高生とか皆さんがぞろぞろ降りてくる、やっぱ活気がありましたね、駅の雰囲気があって、あ懐かしい思い出ですよね。本当30年という時が経っても多くの人たちの胸に残っている妻線、これからもその思いを大切にして次の世代へつないでいってほしいですね。未来を担う高校生に金融経済の知識を高めてもらおうと開かれる全国高校生金融経済クイズ選手権、その名もエコノミクス甲子園、その宮崎県大会が宮崎銀行本店で行われました。大会には8つの高校から22チーム44人の高校生が参加し、2人1組で全国大会への切符をかけた頭脳戦を繰り広げました。大会では金融経済の仕組みを理解し生活防衛のために生かす力、金融知力を試す問題が出題され、参加した高校生たちはテレビのニュースや新聞を読んで蓄えてきた知識を駆使し次々と答えていました。早押しクイズでは問題を最後まで聞かずに回答するチームなどもあり、会場からは大きな声援が上がっていました。おお、初めて参加したんですけど、こんなにレベルが高いんだって思いました。全部難しい問題でびっくりしました。こういう大会に出るのは初めてなんですけど、パートナーがすごい頼もしくて楽しく参加させてもらってます。わからない問題とかも時々こう出てきたりするんですけど、楽しんでいければいいかなと思います。優勝したチームは来年2月に東京で行われる全国大会に出場します。全国の舞台でも学んだ知識を生かして活躍してほしいですね。
みんなで支え合うあったかい地域づくりをスローガンに歳末助け合い運動が全国一斉に始まりました。この日は宮崎市の中心市街地でセレモニーが行われ、募金ボランティアや関係者などおよそ30人が参加し、歳末助け合い運動の開始をアピールしました。新たなですね、年を迎えにあたったですね、あの炎上を主張としているあの人たちに対してですね、皆様方のご協力を得ながら実施をしていくというものです。セレモニーでは宮崎商工会議所女性会から宮崎市共同募金委員会へ歳末助け合い募金が贈呈されたほか、宮崎県も登場し、息の合ったダンスで会場を盛り上げていました。そしてセレモニー終了後はボンベルタ立花や宮崎山形屋前など市内9カ所で街頭募金が行われ、参加者たちは大きな声で通行人に募金を呼びかけていました。県内一斉に行っておりますので、ぜひ見かけましたら、その募金の方にもですね、協力をよろしくお願いしたいと思います。集められた募金は支援の必要な高齢者や自然災害の被災者支援などに役立てられるということです。昨日風強かったのに、ね、子供たち半袖、ね、すごい元気がいいですね。今日も大きかったですね。 あそこ撮るとそうそうそう、入れなきゃ入れなきゃってなって、ね、なんかそして師走だなって、うん、この季節なんだなっていうのもありますよね。やってきましたね、うん、期間は25日まで、今月25日までやっているということです、うん、ご協力ください、はいはい、そして、はい、エコノミックス甲子園、うん、あれすごいですね。すごい、まず銀行でやってるっていうのもすごくクイズ大会で、ね、はい、そうですね、問題も難しいですよね、うん、資産運用時の利息算出、うん、資産運用時の利息算出、うん、わかります、うんうんうん、あれね、もう答え出るんですよ、うん、すごくないですか、ね、優勝は宮崎西高3年生の女の子のコンビだそうです。女子全国大会向けて頑張ってください、いやもうみんなパーンって押した後の答えて正解だった瞬間の、ね、どうやどうやっていうね、わかるね、気持ちがいいでしょう ね、あのランプつくのってなんかこうアメリカに行きたいかみたいな、フルタクイズみたいな、あなたもたちがエコノミックス、はい、参加してもダメやろうな、全然答えられないでしょうね、すごいわ、ね、はい、頑張ってほしいですね、全国大会、はいはいはい、そして旧国鉄つつま線の廃線30周年と、そんな経つんだ、30周年だそうですよ。この廃線されたのが11月30日1984年ですね、まあ、利用者の減少ということでちょっと廃線になったんですけども、この11月30日を埼玉の街づくりを考える日にしたいとイベントが企画されたそうです。うん、なるほどね、切符がほら妻って妻行きの妻って書いてるので、はい、なんかプロポーズだったりとか結婚の時にこうお祝いに送ったりとか、ね、なんかそういう使われ方もされてたけど、ちらっと記憶に残ってます。ロマンティック、記憶に残ってますね、そうなんだ、ね、はい、素敵なイベントでしたね。以上わがまちレポートでした。それでは CM の後はあけら弁当のコーナーです。いやーもう12月か、サンタが待ってるぜ。誰なんですか、誰誰